マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高い納豆、毎日美味しく召し上がっていらっしゃいますか？そこで今回の動画では、さらに納豆のダイエット効果を高める方法がわかるんです。もしあなたが納豆のダイエット効果をさらに高めて健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せる納豆ダイエットをお伝えします。今回の話の流れはこちらです。1つ目、なぜ納豆で痩せることができるのでしょうか、その理由ポイントと、2つ目、納豆ダイエット簡単レシピ3選について詳しくお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜ納豆で痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント3つにまとめています。1つ目です。あなたの腸内環境を整えてくれるのが納豆だからなんですね。もうこれは納豆といえば大豆製品、しかも発酵している大豆製品になりますよね。で、腸ってですね、この発酵食品が大好きなんです。まあ、腸といえばその腸の中に住み着いている腸内細菌たちの大好物がこの発酵食品なわけですね。で、この発酵食品の中にその痩せ菌と呼ばれる善玉菌いっぱい含まれているわけです。まあ、餌となるものですからね。ですからあなたが納豆を食べることで痩せ菌たちが、まあ、種類が増えて元気になって、そのままあなたの腸内で心地よくね、やっぱり暮らしてくれる環境を作ってくれるのがこの納豆ということになるんですね。では2つ目の項目です。脂肪を燃焼してくれるからなんですね。もう素晴らしいのがこの大豆の含まれるこのね、大豆タンパク質ですよね。これが脂肪を燃やす効果がまあ非常に高いということなんですね。ですから特に発酵したこの納豆を食べることで脂肪をどんどん燃やしてくれる力が加速するということになります。プラス大豆というのはイソフラボンが含まれていますよね。これがまた、まあ、先ほど脂肪を燃やす力もあると言いましたが、今度は脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあるというね、すごいですよね。これ以上溜め込まない、しかも溜め込んだものをどんどん燃やしてくれる、このダブル効果で溜め込んでしまった脂肪をまあどんどん減らしていくことができるということなんですね。しかもこのイソフラボンというのは私たち女性にとってはとっても嬉しい女性ホルモンと似た働きをしてくれるわけですから、代謝を上げてくれたりコレステロール値を下げてくれたり、ね、代謝アップです。まあ、こういった力をやっぱりね、このイソフラボンで加速させるといかがですか？いいと思いませんか？では3つ目のポイントはこちらです。納豆菌パワーと書いていますが、納豆菌ってすごいんですよ。普通の簡単に言いますと腸内細菌たちがね、喜ぶこういった菌たちっているんですよね。で、それは大体ですね、まあ、ビフィズス菌とかもそうですけど、熱とか胃酸に弱いので、まあ、なかなか生きたまま腸にね届かないのが現状なんですよ。ところがこの納豆菌は熱とか胃酸にすごく強いから、もう本当に生きたままね、あなたの腸の隅々まで届いてくれるっていうね、これすごいパワフルな菌ですから、こういった菌の力も借りていきましょう。そして付け加えてお伝えしたいことがあるんですけども、この納豆はですね、太るもと血糖値の急上昇もぐっと抑えてくれますから、脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果もここでも行われているということなんですよね。そしてプラスですね、やっぱり納豆というのはもう本当にね、オートファジー、まあ、要は若返りっていうね、そういった機能に大活躍する成分もあるということで注目の食材なんです。ではここから2つ目の項目です。納豆ダイエット、私がおすすめする納豆の痩せるレシピ3選お伝えします。もう今回はめちゃくちゃ簡単なんですよ。もうね、混ぜるだけで OK っていう、またね別の機会にこの納豆を使った美味しいレシピご紹介したいなと思って準備はしていますが、今回はとにかくですね、
いかがですか？あれこれ材料がいっぱい必要だったりとか難しかったり手間がかかるっても嫌じゃないですか？私はね嫌なんですよ。もう私が大好きなレシピっていうのはもう簡単ですぐできて美味しくって続けることができる、もうここですよね。これがやっぱりね長く続けるコツじゃないかなって思うんですけど、いかがですか？ということで私が日頃美味しく食べている納豆レシピ3選お伝えしていきますね。まずよく私が食べているのが納豆プラスリンゴ酢です。で、まあ、これは前提なんですけれども、納豆に添付しているタレってありますよね。あれは私は一切使わないんです。でぜひあなたももし今まで使っていたとしたらさよならしてくださいね。なぜかというと化学調味料がいっぱい入っているんですよ。余計な添加物がいっぱい入った塊なのですね。わざわざ納豆にかけてしまってはダイエット効果がなくなってしまいます。なぜかというとそういった添加物を取り続ける限り根本的に痩せ体質になることができないからなんですね。これとっても大事。要はね、内臓に負担をかけてはいけないわけです。そもそも健康にも良くない、いいわけがない。なので取るのをやめましょう。でその代わりね、私がタレの代わりに何を入れてるかというと純リンゴ酢になります。でここもポイント、太るリンゴ酢と痩せるリンゴ酢ってあるんですね。で痩せるリンゴ酢っていうのは原材料がたった一つだけ、国産のリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢使ってくださいね。で私はだいたい納豆1パックあたり大さじ2分の1ぐらい入れます。酸っぱいのがお好きな方はね大さじ1ぐらいでいいかもしれませんけれども、そもそもリンゴ酢も取りすぎてしまっては NG なので、だいたい1日あたり大さじ2杯までと言われてますから、ここで大さじ1取ってしまう方はあとはドリンクで大さじ1杯とかね、ドレッシングとか工夫して1日のシェス治療を守っていきましょうね。これすごく美味しいです。でリンゴ酢プラス私はちょっと味が欲しい時にね、手作りの塩麹をね小さじ1ぐらい入れることもあります。ただリンゴ酢だけしてももうほんとね、納豆の臭みとかも中和されて納豆が苦手っていう方もね、リンゴ酢セットだといいかもしれませんよ。おすすめです。そして2つ目のレシピはこちら、納豆プラス粉チーズです。で粉チーズもですね無添加でお願いしますね。ナチュラルチーズ、生乳と食塩のみでできているチーズ選んでください。ここに間違ってもですね、調味料カッコアミノ酸等と書いてあるような別名ですね、グルタミン酸ナトリウム、化学調味料です。こういったのが入っていないものを選んでください。で私はですね、この粉チーズってパルメザンチーズですよね。でこれは結構ね、カロリーは高めなんですけれども、やっぱり無添加であることっていうことと、あとチーズも発酵食品ですから、発酵食品同士を掛け合わせたこのレシピもめちゃくちゃ美味しいです。なのでこのね粉チーズはかけすぎには注意してくださいね。食べ過ぎてしまうとカロリーはオーバーということになります。でもこれもめっちゃ美味しいです。おすすめです。では3つ目、納豆足すキムチです。でこれもよくねご相談を受けるんですよ。先生ってキムチの無添加のものがスーパーに売ってないって。これすごくわかります。私もですね、何か皆さんに無添加のものね、ダイエットでおすすめ3選って結構動画撮ってるので、何かそのね無添加のキムチ皆さんのお近くでないかなと思ってスーパーで探すんですが、本当にない。もう全部ほとんど調味料カッコアミノ酸等と書いてある化学調味料がいっぱい入っているので、なかなかこれね手に入らないと思うんですね。なので中には先生ってもうないからネットで頼みましたとかね、手作りしてますとか、で私は近くに生協さんがあってそこでってたまたまいいものを見つけることができているので無添加のキムチが手に入っているんですけども、もしあなたもなかなかねないということであれば諦めずに探してみてくださいね。良心的なメーカーさんが作ってくださってるかもしれませんので、ぜひキムチも無添加でお願いします。でキムチと納豆の組み合わせもめちゃくちゃ美味しいんですよね。で中にはこの納豆キムチを味噌汁に入れて具にして食べてますという方もねいらっしゃる。美味しいって、ちょっとこうピリ辛のね味噌汁、あそれいいなって。もうトリプル発酵食品ですよね。味噌汁と納豆とキムチだなんて、もうこれ最高と思いました。なのでね、もしあなたもやってみようって、もうすぐできると思いますから、以上お伝えしたこの3つのレシピを簡単できるので、今すぐ取り組んでくださいね。では最後にさらに痩せる食べ方注意点についてまとめてお伝えしたいと思います。まずポイント、食べるタイミングなんですけども、朝か
夜がおすすめです。で特に朝召し上がっていただきますと、まあ、先ほどのダイエット効果がね一日の始まりからスタートするわけですが、とってもいいですよね。しかもタンパク質をしっかりとることで食欲を抑えることができるんですね。そうするとお昼夜と、まあ、暴飲暴食する予防にもなるからおすすめ。で夜もいいんですが、どちらかというと美容目的は夜召し上がっていただくとさらに効果がアップすると言われていますが、ぜひね美容効果も上げたい方は夜に召し上がっていただいてもいいと思うんですね。ただし食べるとき加熱しないようにしましょうなんですね。これはですねやっぱり納豆のその納豆キナーゼって呼ばれる成分がちょっとこればっかりはですね熱に弱いんですよね。なので加熱しすぎてしまうとその分の効果が半減してしまいますから、なるべく加熱しないように、まあ後からね味噌汁に入れるぐらいだったらいいんですけど、こう熱々にしないってことですね。そして1日ね、まあ、よく食べても2パックまでにしましょう。もうこれでね納豆ダイエットだって1日納豆ばっかり食べるとダメですよ。ばっか食べはダメなんです。なぜかというとそもそもその偏った食事するっていうのは栄養バランスが取れませんし、腸内細菌の種類もね少ないんですよ。ダメです。たくさんいろいろまんべんなく食べることで腸内細菌の種類も増える、栄養バランスも取れる。もうベースはやっぱり健康体です。健康じゃないと痩せません。そこ、とっても大事なんですね。そしてできれば国産大豆選んでください。もう間違っても遺伝子組み換えのね合ってる、こう安い納豆はダメですよ。もう良くないです。やはり良質なものを適量召し上がった方がいいわけです。お体に悪い安いものを大量に食べるってもう最悪の食べ方ですね。こんなことをしててはいつまでたっても痩せることもできないし健康になることもできませんよっていうことです。そして最後、先ほどもお伝えしましたが納豆についている添付のタレは使用不可です。なぜかというと化学調味料がいっぱい入っているからですね。もし良質のねいいタレだったら別ですけれども、調味料カッコアミノ酸などとか保存料とかpH調整剤とかね、そういった余計なものが入っているタレがほとんどなので注意してくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、ダイエット効果の高い納豆をさらにその効果を高めるレシピ3つお伝えしました。ぜひね量を守りながら毎日美味しく召し上がってみてください。私も続けています。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントいただけますともとってもとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。